よく頑張ったね。未来の私からあなたへ。愛しい私の可愛い赤ちゃん、どんな子になるんだろう。パパにかな、ママにかな。私は会えるのがとても楽しみで、その日が待ち遠しかった。でも私の赤ちゃんは予定より半分も早く生まれてきた。体の大きさも半分、両手のひらに収まる25センチの小さな赤ちゃん。会いたい気持ちが強すぎたのかな。初めて赤ちゃんを見た時、私が思ったことは、かわいいだった。体が小さいことよりも私には会えた喜びの方が大きかった。だってちょっと早く生まれただけ。普通の赤ちゃんと何も変わらない。この時の私はそう思っていた。しばらくして私の赤ちゃんは療育園に通うことになった。そこには様々な障害を持った子どもとそのお母さんがいて、自分の子どもが障害を持っていても特に気になることはなかった。気にするようになったのは、買い物中に言われたおばあさんの言葉から。こんなにちっちゃくてかわいそうにね。私は初めて言われたその言葉に驚いた。今までそんな風に感じたことがなかったからだ。それが私の普通が崩れる体験の一つ目。私の子供はかわいそうなんだろうか。あのおばあさんの一言が引っかかる。子供のお世話はみんな大変で手のかかるものでしょ。他のママと何が違うんだろう。そうして早く生まれた私の子は成長するのはゆっくりだったが、年齢的には小学校に通う年になった。養護学校か地域の小学校に通わせるか迷い、いろんな人と関われるようにと私は地域の小学校に通わせることを決めた。そして私の普通が崩れる体験2つ目。送り迎えの時に言われた周りの子たちからの言葉。なんで自分で歩けないの？なんで話せないの？小さい分筋肉が弱い私の子には難しいことが多かった。この時初めてうちの子は普通ではないのだと痛感した。普段は気にならないけど、ふとした時に思い浮かぶ。かわいそう、なんで。私はこの言葉にずっと責められているように感じていた。それでも毎日を過ごし、中学生の年になった。本人も周りとの違いや自分のことが分かるようになった頃、彼は私に泣きながら言った。どうして僕は困難なの？誰も分かってくれないのが辛い。この言葉が私にとって一番辛かった。胸が痛かった。健康に産んであげられなくてごめんね。そう何度も思った。無意識の罪悪感に苛まれ、自分でも気づかないうちに私の心はすり減っていた。働いてお世話をして、自分の時間が何なのかさえわからなくなって、休日であっても心はずっと疲れている。唯一寝ている時だけが何も考えずにいられる時間だった。夢の中でも胸が苦しくなった。それでも私が悪いんだって自分のことをどんどん許せなくなっていった。大丈夫？そんなあなたに伝えたいことがあって、少し先の未来から私は来たの。自分を責めすぎてない？そんなに一人で頑張らなくてもいいんじゃないかな。すると過去の私はこう言った。そんなこと言ったって頑張ってるのはみんな一緒でし
私よりもっと大変な人だっているし、一人で頑張るしかないじゃない。お母さんならやって当たり前のことをしているだけだよ。頑張ることが当たり前になると、自分が頑張っていることにも気づけなくなるの。今のあなたの心はとても疲れてる。今まで一生懸命やってきたでしょ。いつだってあなたは良い未来になるように選択してきたじゃない。少し未来の私はね、助けを求めることができてすごく楽になったんだよ。助けを求めることは勇気がいるけど、人を頼っていいんだよ。あなたはこんなにも頑張ってるんだから。彼女の目から涙が溢れた。私本当はとっても苦しいの。今の生活終わりたいと思ったことだってある。でもその度に強く生きなきゃって、もっと自分がしっかりしなきゃって思って頑張っていたの。あなたは今まで経験してきたすべてが辛いわけじゃないことを知ってる。不自由なことは不幸なわけじゃないことを知ってる。そんなあなただからこそ見つけられる生き方がある。自分に手を差し伸べられるのは自分自身だよ。だからどうか一人になることを選ばないで。ゆっくり受け入れていこう。そして少しだけ勇気を出して誰かに頼ってみよう。誰もあなたを責めたりしない。今までよく頑張ったね。